井出翔太郎は、宮崎県西諸方郡の尻町出身の元プロ、野球選手、プロ野球コーチ、実業家。株式会社に色く代表取締役。高校は、日南学園校に入学。一般入学の無名選手であったが、一年生時から三塁一種のレギュラーの座をつかみ、三年生時には、第83回全国高等学校野球選手権、大会に出場。 3番、遊撃手として出場し、6割以上のアジアトリプル a 選手権の代表にも選ばれる。チームは決勝で敗れたが、自身は打撃部門の3冠を獲得した。2001年度ドラフト会議にて、福岡大英ホークスから8巡目指名を受けて入団。ホークスが重視している、地元九州ブランドの選手としての指名でもあった。 2002年2003年は二軍生活に終始、2004年にはオープン戦で実績を残したことから公式戦の開幕を初めて一軍で迎えた。3月27日にはオリックスブルーウェーブとの開幕戦に9番右翼手としてスタメンで一軍デビュー。しかし4月6日の対大阪近鉄バファローズ戦で故障したため一軍公式戦には シーズン通算で10試合の出場にとどまった。2005年にはシーズンの前半を2軍で過ごしたものの、ウエスタンリーグの公式戦で打率、325、5本塁打という好成績をマーク。後半戦から1軍へ昇格すると、自身初のサヨナラ打や、ヤフードームのライトスタンドに、流し打ちで2本の本塁打を放つなど1、軍公式戦の随所で活躍した。 2006年には、ウエスタンリーグ公式戦で打率、302、5本塁打を記録。その一方で、7月の2軍打撃練習中には、育成コーチとして、打撃投手を務めていた、田口正則の投球が顔面を直撃。その影響で鼻を骨折した。2007年には、ウエスタンリーグ公式戦で、365という高打率をマーク。1軍のレギュラー外野手だった。 田村一志や大村直行の故障などを背景に、一軍公式戦にも61試合に出場したが、打率235で一軍への定着までには至らなかった。シーズン終了後に結婚を発表。2008年には、オープン戦で、レギュラー級の外野手に故障者が続出したため、左翼手として一軍の開幕戦からスタメン出場を続けた。 一時はパシフィックリーグの2位まで打率を上げたが4月13日の対埼玉西武ライオンズ戦での外野守備中に引きを追った際に右足首を捻挫。翌14日に出場選手登録を抹消されたがシーズン終盤に一軍へ復帰。一軍公式戦全体では故障の影響で23試合の出場にとどまったものの打率324を記録した。 2009年には一軍公式戦8試合に出場したが打率が056に低迷した。2010年公式戦開幕直後の4月20日に吉川照明との交換トレードで横浜ベイスターズへ移籍することが発表された。移籍後の入団会見ではソフトバンクではチャンスがなく外でやりたいという気持ちはあったとトレードを歓迎する姿勢を見せた。 移籍後の5月4日には、対広島東洋カープ戦でサヨナラアンダを放ったことから、試合後のヒーローインタビューで、宮崎弁を披露。1週間後の5月11日に、地骨結合部分の炎症が判明したため、一時戦線を離脱したが、一軍公式戦には49試合に出場。一軍公式戦では、自身3年振りの本塁打も放った。二千十一年には、 背番ン号26ユニフォーム表記をホークス時代の SIDE に変更。しかし国内 FA 権の行使によって北海道日本ハムファイターズから移籍した森本、キアキラがガイアのレギュラーに定着したことなどから自身の一軍公式戦出場は13試合にとどまった。二千十二年にはシーズン終盤の九月十八日に初めて出場選手登録を果たすと 一軍公式戦11試合の出場で2本の本塁打を放った。2013年には一軍公式戦32試合に出場。遺跡後最多の11打点、打率310を記録した。2014年には開幕一軍入りを果たしたものの、シーズンを通じて一軍と二軍を何度も往復。イースタンリーグ公式戦では打率387本塁打。 26打点という好成績を残した。一軍公式戦には36試合の出場で打率205ながら3本塁打を放った。2015年は一軍公式戦40試合に出場、自己最多の4本塁打を放つなど、チームの前半選手位に貢献した。後半戦にチームが失速すると自身も不調に陥ったため、シーズン通算打率は、 255にとどまった。2016年は、登録後の一軍公式戦では、3番5番打者として、スタメンに起用された後に、途中で、ダイソーや、守備要員と交代することが多かった。通算では27打数7安打という成績を残したが、5月9日の登録抹消後は一軍から、遠ざかった。十月二日に、球団から戦力外通告を受けると、 12月2日付で NPB から自由契約選手として講じ、井出自身は戦力外通告を受けたことを機に現役からの引退を一旦決断した。2015年から原因不明の嘔吐に苦しめられてきたほか、2016年の春季キャンプで人生初のぎっくり腰に見舞われたことを、しかし周囲から現役生活の続行を進められたたことから、 2016年11月12日に12球団合同トライアウトへ参加。シートバッティング形式の対戦で5人の投手を相手に5打数1安打という結果を残した。しかし NPB た球団から獲得のオファーを受けるに至らなかったため前述の決断に沿って現役を引退した。二千十七年は DNA の球団職員として地域の野球振興に取り組んでいたが、 同年12月9日に球団から解雇されたことを自身のツイッター上で報告した。解雇の報告と同時期の2017年12月、横浜市中区に株式会社ロ6を立ち上げた。地元宮崎のフルーツ販売や自身のトークショーなどのイベント関連事業、自身の野球経験を活かしてバッティングセンターでのマンツーマンの打撃指導を受けよう。 会社名は DNA 在籍時の背番号から、2019年10月21日、2020年より、指導する沖縄県発のプロ野球チーム、琉球ブルーオーシャンズのコーチ就任が発表された。ソフトバンク時代既婚者で3人の子供がいる。脇役としての自覚からレギュラー取りを目標とせず、細く長くプロ生活を送ることを目標に掲げていた。 在籍した2球団では、いずれも親会社の変更による、チーム名の変更を経験している。ホークス時代のチームメイトで先輩でもあった、川崎宗則とは、同球団への入団2年目から DNA で現役を引退するまで、オフシーズンには、鹿児島県姶良市での自主トレに同行。現役引退を決断したことを電話で伝えた際には、川崎から明るい声で、よかったな。すごいぞ。 15年間もやったのは、と励まされた。井出によれば、川崎は兄のような存在で、川崎のジップをパパリンと呼んでいるという、同学年の寺原早く、ホークス在籍当時は公式サイトにて、翔太郎日記というコラムを執筆していた。起業後、会社ホームページのコンテンツの一つとして、今日もいいです。翔太郎日記を開始した。ありがとうございます。